前田勲は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員を4期務めた。法務大臣を務めた。1965年、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業。1978年、自由民主党所属の参議院議員である父、前田和夫が死去。これにより同年行われた、和歌山県選挙区補欠選挙に後継として、立候補し、 初当選した。父と同じく自民党に所属し、以後当選4回。通算政務次官などを経て、村山内閣で法務大臣に就任し、初入閣。法省在任中に地下鉄、サリン事件が発生し、オウム真理教事件の捜査や基礎が進む中で登庁、おとり捜査や司法取引を前向きに検討する考えを示す。 約13ヶ月の在任中、5人の死刑囚の死刑執行を命令した。1998年の第18回参議院議員通常選挙で自由党から立候補した鶴穂洋介に敗れ、そのまま政界を引退した。その後、鶴穂は保守党、保守新党を経て自民党に入党し、前田の事実上の後継者となった。二千十六年八月十二日、 脳梗塞の試し去。73歳遺没。その後、政府より、肖像くらいに除された。父である、前田和夫は、優政官僚であり、後に、政治家に展示参議院議員となった。ありがとうございます。